限の宇宙空間を利用したブラスターの恐るべき頭脳作戦、チェインメールの渦。カンタロスと地球人のハーフである僕は原因不明の宇宙病に倒れてしまった。お母さんが残していった遺書により病気を治すためカンタロスに飛び立った僕らを待ち受けていたチェインメールの渦とは。来週もまたアストロガンガーとチェインメールの戦いをみんなで見よう。